こんにちは、ウォッチ買取応援団団長です。本日はボールウォッチの歴史についてお送りしてまいります。ブランドの創業は1891年、アメリカ合衆国オハイオ州で誕生し、現在はスイスラショードポンを拠点に時計作りを行っています。産業に貢献できる機能性というメッセージを掲げ、過酷な条件下においても安心して使える時計、非常に高い耐久性を誇る時計を作っています。またデザインも一目でボールウォッチのそれとわかるアイコニックなものになっていますね。このブランドアイデンティティ、一体どこから生まれたものなのか、その背景にはアメリカの鉄道発展の歴史がありました。ブランド誕生、そして進化のストーリーからボールウォッチの魅力たっぷりとお伝えしていきたいと思います。本日も最後までゆっくりとお楽しみください。それでは行ってみましょう。ウォッチ買取応援団では時計にまつわる動画を日々お届けしております。チャンネルの再生リストにまとまっていますので、そちらもぜひお楽しみいただければ幸いです。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。やる気が出ます。さて、ではまずはブランドの強み、ボールウォッチが作り出す時計の特徴から見ていきたいと思います。ブランド公式サイトを開いてみると、テクノロジーという項目で実に18個もの技術が記載されております。例えば夜光、暗闇でも高い視認性を確保するためマイクロガスライトという自発光の材料が使われています。通常実用時計に使用されるのはルミノバなどの蓄光材料、日中に光を溜め込んでそれを夜間に光らせるという材料です。しかしボールウォッチのマイクロガスライトは自発光材料なので、日中に光を溜めずとも光る、言い換えると常に光っている状態、しかも電池などの電力を必要とせず自ら光っているというものです。またロレックスと同じ金属、腐食や傷に強い鉄製の合金 904L ステンレスを使用していたり、ムーブメントとケースの間にクッションを入れたり、ユーズガードにロックがついていたり、さらに耐磁性、耐衝撃性、耐低温性などもあり、過酷な主要条件下でも正確な時を刻むよう非常にタフな作りにこだわっていることがわかります。ではこのこだわり、一体どこから来ているのでしょうか。その答えはブランドの創業背景にあります。ボールウォッチの創業は1891年のアメリカオハイオ州。創業者ウェブスター・クレイボールは1879年宝石商としてキャリアをスタートします。が、彼の運命は最初から時計作りへと導かれていたのかもしれません。なぜかというと、この時代のアメリカ時計史における大きな出来事が一つ、1884年の国際子午線会議、そして鉄道史における大きな出来事も一つ、1891年の速達郵便列車の衝突炎上事故。創業者ウェブスターはこの2つの出来事により時計メーカーへの道を歩むこととなります。一つずつ見ていきましょう。まずは時計史における大きな出来事、国際子午線会議から。こちらはご存知の方多いかと思います。 GMT の制定ですね。1884年ワシントン DC で開催された国際子午線会議、イギリスのグリニッジ天文台の時間を国際的な基準時刻にしようと決めた会議です。なぜ国際的な標準時間、基準時間が必要になったのかについてですが、この時代人々の移動手段及び軍需品の輸送手段としてアメリカ各地で鉄道が使われるようになっていたんですね。その過程で陸上でも時差という概念が必要になったんです。大陸が横に長いアメリカでは特に必要な規定だったことと思います。詳しくは基礎知識動画 GMT 編でまとめておりますので、ぜひそちらもご覧になっていただければと思います。説明欄にリンク貼っておきますね。こうして1884年以降、世界基準の時刻が取り入れられるようになったアメリカ、ワシントン海軍天文台からは時報が発せられるようになりました。創業者ウェブスターはこんな時代に生きていたんですね。自らの宝石店に置いてある時計の時刻を海軍の時報に合わせるということを楽しんでいるうち、時計というものに強く関心を持つようになっていきました。そしてその噂はやがて鉄道関係者の耳に入ることに。1888年には時計商でありながらクリーブランドおよびピッツバーグ地区の鉄道で主任時計検査官に任命されることとなります。
そしてここにもう一つの大きな出来事が起こります。1891年のオハイオ州キプトン、速達郵便列車と旅客列車が線路上での待ち合わせ、すれ違いに失敗、猛スピードで衝突し炎上するという大事故が発生。両車両の機関士と6名の乗務員が死亡する大惨事となりました。アメリカの鉄道史は1830年代よりスタート、1850年代には運行数が大幅に増加し、便利になる一方で事故が多発していました。そこで鉄道各社、当時すでにイギリスが使用していた信号とブレーキを連動させるシステムなどを順次導入していました。そこに来てこの大きな事故、原因は何だったのかというと、機関士の時計でした。片方の機関士の時計は4分遅れており、もう片方の機関士は時計の時刻を軽視していたのか、時計を見た形跡すらなかったとのこと。この事故を強く受け止めた鉄道当局、ウェブスターにより広範囲での検査担当を依頼。この流れから創業者ウェブスターのキャリアは宝石商から時計業界へと本格的に舵を切ることとなります。さて、監督検査官に任命されたウェブスター、まず行ったのは広範囲の鉄道に時計検査官を置くということ。車掌、機関士、駅係員等の鉄道事業で使用されているすべての時計、優秀な時計職人の手によって検査、標準時との誤差が30秒以上の時計に関しては調整を義務付けるというルールを設けました。調整後の時計は使用者が誤ってリューズを回さないようロー付けまで徹底していたそうです。このウェブスターの検査システム、全米の 75% のエリアで導入されることとなります。史上初めて成功を収めた広範囲の施策として、アメリカ鉄道史にその名を刻むこととなります。そして次の一手としてウェブスターが進めたのは時計メーカーの設立。1894年より時計作りが行える組織作りを開始、1896年にはムーブメントおよびデザイン面で複数の特許を取得し、1897年ボール鉄道標準時計株式会社を設立します。鉄道事故からここまでわずか6年というから驚きです。ものすごいスピードで自ら鉄道員の時計を作り出すというところまで進めてしまったんですね。宝石商だった青年はこうして時計ブランドボールウォッチの創業者になったというわけです。以降1950年代には高速道路の建設がスタートしたことや、空路が整備されたことで鉄道の需要は徐々に減少していきます。鉄道時計の需要も減っていきました。また1970年代には皆さんご存知のクォーツショック、機械式時計自体需要が減っていきました。アメリカ鉄道史に大きく貢献したボールウォッチもやはり時代の波に飲まれてしまうのかと思いきや、現在はなんとスイスに拠点を移し時計作りを続けています。なぜこんな勝負ができているのでしょうか。それは鉄道時計として作り込まれてきたタフさ、そしてそれを実現するために取り入れられている独自のデザインおよび機能にあるのではないでしょうか。動画冒頭でお話したボールウォッチの特徴、歴史を知った上でここに戻ってくるわけですが、自ら光る文字盤の文字、長時間の夜間走行でもはっきり時間が見えるようにとしたもの、大きく見やすい数字や針は昼夜問わず一瞬で時間を読めるようにとしたもの、耐久性は蒸気機関車で石炭をくべるというハードな動きにも対応できるようにとしたもの、耐低温性は寒い地域での走行時でも精度を保ち安全性を確保するためのもの、防水性は豪雨にも耐えるためのもの、耐磁性は機械から発せられる磁気に耐えるためのもの、リューズロックはかつて検査後の時計に施されたロー付けに敬意を表したもの、ボールウォッチの時計はデザインや機能すべてに意味がある、すべてのデザインや機能からアメリカ鉄道史を感じることができるんです。しっかり意味のある時計であるということ、そしてそれが現代の労働環境においても申し分なく使えるというところに強い魅力があるのではないでしょうか。はい、といったところでボールウォッチの歴史と魅力について見てきました。ハイスペックな機能を持つタフな時計は登山やダイビング、スキー、カヤック、乗馬などアウトドアアクティビティとの相性もいいですよね。またボールウォッチの魅力は高すぎない価格というところにもあります。
決して高額にはしない。私たちの願いは安心して長く使える時計を作ることなんです。研究開発の担当部長のこの言葉からも価格設定に重きを置いていることがわかります。耐衝撃性、耐磁性、防水性能などがあり、スイスクロノメーター認証の精度もある。それでいてほとんどのモデルが30万円以下、高いものでも40万円前後。時代が変化しても使用者に寄り添った時計作りを続けている点、非常に好感が持てますね。それでは本日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。今回の動画いかがでしたでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。毎日更新を目指して頑張っていますので、次回も楽しみにしていてください。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。それからツイッターもやってますので、ツイッターのフォローもお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。